栃木県。栃木県は日本の都道府県の一つ。関東地方北部に位置する。県庁所在地は宇都宮市。県内には日光国立公園が立地し、日光、那須などの観光地、リゾート地を有する。関東地方北部に位置する県で人口は約198万人。境界部に海岸線を有しない内陸県である。 県内の地域区分は、おおむね宇都宮市、鹿沼市、下野市、茂岡市、桜市などを中心とする県王、小山市、栃木市、佐野市、足利市など国道55沿線の県南、那須野が原に広がる那須塩原市、大田原市、那須町や県北西部を占める日光市を中心とする、県北に分される。地勢は、北部から北西部にかけて、大宇山脈、日光連山、 足尾山地が連なり、標高1500メートルから2500メートルほどの急旬な山岳が連なっている。これらの山々から流れ出る絹川、中川、渡瀬川当初河川が関東平野の北端を形成し、さらに北に進むとなすのが原に至り、県北の町並みが広がる。県土のほぼ中央に宇都宮市が立地し、人口は県全体の4分の1にあたる。 約五十万人が集中している。その他は、県南の小山市、栃木市、足利市、佐野市、県北の那須塩原市が十万人以上の人口を抱えている。県南に人口の多い市が連なる。産業は、農業、工業、商業、観光業のバランスが取れ、それぞれ盛んである。農業は、平野部が米や麦の産地、那須のが、 原などの高原部、那須高原が、落農地、畜産地となっているほか、イチゴや、かんぴょうなどの特産物も,も生産されている。工業は、東北自動車道、国道4号と、北関東自動車道、国道50号を軸とする地域に、北関東工業地域、及び、関東内陸工業地域、本県の場合は、両者の定義に当てはまるが広がり、 第二次世界大戦中に、軍需産業が集積した宇都宮市では、機械工業や金属工業、食品、飲料工業が、儲かし、上野川町、羽賀町では、自動車関連産業、日産自動車系、ホンダ研工業系が、那須塩原市、大田原市では、タイヤ製造や精密機械工業、医療機器、写真用レンズ製造がそれぞれ発達している。また、県南では、 食品、飲料工業や機械工業、機械、自動車部品等の中小規模の工場が広く立地する。ほか、伝統的に、繊維産業が盛んである、勇つむ麦、足利名泉。商業は、宇都宮市における小売業が発達し、ほか工業地域では、卸売業も盛んである。観光業は、日光、木の川エリアや、那須、塩原エリアで盛んで、 日光市の絹川温泉、川路温泉、湯西川温泉、日光湯本温泉、那須町、那須塩原市の那須温泉郷、塩原温泉郷のような、飛鳥時代や奈良時代からの古い歴史を持つ名刀。東照宮、日光二良山の上社、林王寺の二社一時で構成される、世界遺産、日光の社寺、色は坂に、華厳の滝、中禅寺湖や仙城ヶ原など、 風光明媚の奥日光の継承地。皇室の古用亭やナスだけ、摂生石に代表される別荘地や牧場、温泉が広がるナス高原と豊かな自然や文化に育まれた名を有している。これらの地域は日光国立公園の指定地域内にあり、自然保護などの施策も取られている。日光市の一部には小瀬国立公園に指定された地域も存在する。 茨城県や群馬県と共に北、関東を構成する人口は約198万人で全国第18位。本県に近い人口規模の県としては岐阜県の約204万人、群馬県の約197万人、福島県の約193万人、岡山県の約192万人等が上げることができる。面積は6 4 0 8 2 8トルで、 全国第20位、関東地方最大の面積、東西約8 4トル、南北約9 8トル、県庁所在地の宇都宮市は、東京から約1 0 0トル、JR 東北新幹線で約50分強の位置にあり、中核市の指定を受けている。地形的には、東部の闇山地、北部から西部にかけての那須連山、下山地、高原山、 日光連山、大石山地、足尾山地の山岳地帯と県中央部の中川、絹川、渡瀬川の沿岸平野部の山地域に別される。東部の闇沿山地は標高600の1000メートルの阿武熊高地に続く比較的なだらかな山地が連なる。北部から西部にかけての山岳地帯は日光国立公園、小瀬国立公園、大石山、 田代山出現周辺に指定されており、日光、絹川、川地、塩原、那須などの観光地がある。北部には、大宇山脈、那須火山帯に連なる那須連山、高原、南帯、日光白根山などの諸火山がある。日光連山他の険しい山岳地帯は、標高2000メートル以上の山脈が、関東の北原を形成し、幕府や故障が点在している。また、 諸河川の源にもなっており、絹川は中央部を渡らせ川は群馬県との県境を流れと根川に合流し、中川は闇沿い地域から東寄りし、茨城県に入り、共に太平洋に注いでいる。南部、東部はそのほとんどが関東平野の一端で首都圏の一角として市街化が進んでいる。群馬県や茨城県や福島県の隣接自治体と、 深いつながりを持つ県内市長がある一方で埼玉県との隣接に関しては渡らせ遊水地により飛び地状態になっている栃木市藤岡町下宮地区とのみ自動車用道路で行き来可能である事実上自動車や鉄道で埼玉県に入る場合群馬県か茨城県を経由しなければならない栃木県と埼玉県を結ぶ主要幹線の国道4号 東北本線、東北新幹線は、茨城県、同じく、東北自動車道、東武伊勢崎線、東武日光線は、群馬県を経由して、埼玉県に入る。なお、この地区は、栃木県、埼玉県、群馬県の三県境が交差する地点は畑の中に、存在し、看板が設置されている。山間部や、河川上で三県が交差する地点はあるが、 平地にあるのは珍しい。中南部地域は、関東平野の中北部に立地し、南端部には、渡瀬川と重井川、利根川、また、田川と絹川のそれぞれ合流点があり、茨城県、群馬県、埼玉県と境界を接している。一方、県北西部地域は、大羽山脈の南端部に位置し、山岳地域となっており、北東部は低山地で、 中川が縦断して解析が進んだ、闇添山地と共に、茨城県境を形成しているが、北西部は関東地方屈指の山岳地帯であり、標高2000メートル以上の山並みが続き、群馬県及び福島県との境界を形成している。特に、日光連山は標高2300メートル以上の瞬間な独立峰を複数有し、空気の澄んだ日には、 関東南部からも遠望できる。この日光連山と闇溝山地の北部接点付近に立地する那須だけは関東の最北端であり、福島県との境をなす。気候は太平洋側気候を呈し、山間部では冬季の降雪、また平地部では同じく冬季の乾燥と夏季の雷を特徴とする。全県で夏室季多う質、陶器雨乾燥を呈し年間降水量は 山間部で多く多く日光では2000ミリメートルを超すが、平地部では少なく県南部では1200ミ、mm、リメートル程度である。2017年度時点で、日光地域、県南地域、県東地域、県大地,地域、那須地域の5地域区分の場合と川は地地区、上津賀地区、南那須、芳賀地区、下津賀地区、那須、塩谷地区、安和地区の6地域区分が存在する。 かつては3地域に0の広域市町村県があった2005年に1月の県王、県北、県南3地域区分参考資料。一家の14四五分11町がある。町はすべて町と読む。県内に村はない。ただし、平成の大合併以前には村があり、その時はすべて村と読んでいた。都市雇用セ10%通勤券の変遷。歴史的には、 古墳時代、毛の川、毛布の川、現在の絹川流域一帯には、毛の国が成立し、これを上下に分かって、下付毛,の,毛の国、下津毛の国、下付毛の国が成立、東名では野州と称する。現在でも、下付けの古称が広く使われている。近世には、豊臣政権による仕置きが行われ、三節。 小山市ら中世以来の氏族は領地を没収されるが、宇都宮市や大関、大田原領氏の那須州は、豊臣政権に侵入し給料を安堵されたほか、鎌倉久保の名跡を継ぐ木連川市や成田市などが、領地を得た。天正18年、1590年には、徳川家康が関東に違法され、下屋は、豊臣系大名と徳川両国の接点に位置する。なお、 豊臣政権下での1597年、慶長2年には、宇都宮氏が改役されている。豊臣秀吉没後の豊臣政権では後退労の、家康と後退労の上杉景勝、後奉行の石田三成が対立し、慶長5年5月に家康は、継承討伐のため合図出兵を行う。三成は、家康の出兵中に上方において挙兵し、家康は小山において、上辺へ引き返し、 関ヶ原の戦いにおいて三つ成り方を撃破する。家康が江戸に徳川幕府を開くと、中世以来の有力豪族は相次いで、下付けから姿を消し、県域は幕府直轄領や旗本領に細分化され、徳川家の譜代、大名や旗本が支配するようになった。江戸時代の幕藩体制においては、宇都宮藩、三部藩、唐山藩、黒羽藩、大田原藩、 佐野藩、足利藩、吹上藩、高徳藩、吉隆川藩の諸藩が成立し、福原家の佐久、山、陣屋、足野家の足野陣屋、那須家の福原陣屋、大田原家の森田陣屋など、交代寄り合いの陣屋による、領内統治が行われた。芸野国は、江戸から欧州へ向かう、結節点に位置し、近世には、日光道中や欧州街道、三部通りなど、 街道や脇王館が整備され、小山塾や今市塾などの宿駅も整備された。また、利根川水系の渡瀬川や重井川、絹川などの河川交通網も整備され、貸しが設置され、周運が行われた。日光、日光市は幕府の聖地として、東照宮をはじめとする華麗な建物が作られ、特別に保護、通径された。近世期には、 日光山麓をはじめ各地で、新田開発、用水開削が進むが、それに伴いマグサ城をめぐる騒論や、推論も発生した。江戸時代後期に入ると、今の栃木県域は、地域社会の著しい疲弊、荒廃と、急激な人口減少に見舞われることになる。人口推計によれば、江戸中期の強法6年、1721年から、江戸後期の天保5年、 1834年までの約1世紀の間に、下野国の総人口は約56万人から61.1%の約32万人まで減少し、1世紀で約4割の人口減少という事実上の人口崩壊状態となっている。同時期、日本の総人口は度重なる基金にもかかわらず約10%の伸び、 110.3%を見せており、とりわけ基金が深刻であったとされる、東北太平洋側の道の区国でも、1.5割弱の人口減少 86.、86.1%に抑えていることから考えても、江戸後期における下野国の際だった後輩ぶりが伺える。このような状態の中で、二宮尊徳は、農村の立て直しを図るため、 桜町、現在の儲かし級二宮町の旗本領の復興に、勤め、以後各地で、法徳司法と呼ばれる、改革事業を実施した。明治時代には、栃木の表記に、揺れがあった。当時は、中国でくぬぎ、くぬぎを意味する漢字、L を、簡略化したと考えられ、ギの表記もあった。また、1871年の廃藩地県の後は、 栃木の表記が使われる例もあったが、栃木の表記が主であった。作りの万は、下側を力と作る例もあった。1881年、明治十四年頃より、栃木の表記が見られるが、作りは、に従って、缶の中に万が主である。缶の中の万の部分は下側を力と作る例や、こと作る例もあった。缶の一目を、右から字型が生まれたのは、 昭和中期以降である。なお、中国語の文書で、歴や、を使う例も見られるが、主に、海馬受けを意味する字であり、誤りである。栃木県の都市は、主に北部山岳地域から流れ出る木の川、中川、渡瀬川等の諸河川が、太平洋に向かう流路帯の中石平野と、河手段急部に発達している。県域のほぼ中央に位置する宇都宮市は、 北西部の山地部と中南部の平野部からなり、市街地はこの山地部と平野部の境界部に形成されている。このほか、渡良瀬川、田川、絹川、中川、重井川などの河川中流域には、それぞれ足利市、下野市、茂岡市、那須烏山市、鹿沼市、栃木市、小山市といった中期模都市が発達している。衆議院の小選挙区が5、 参議院では、全県で一区を構成。2008年、平成20年度の県民総生産は7兆9901億円で、ある。国の GDP と比較しても、過半数の国よりも大きな規模を有している。主要産業は、宇都宮市のほか上野川町、小山市、大田原市、蒙古市、栃木市、足利市、鹿沼市。 焼い市などに代表される内陸型近代工業で、これらは北関東工業地域の一部を形成している。他、農業も盛んであり、県北から流出する河川の豊かな水を利用した産業地帯で、米作が盛んな他飲料工業も発達している。那須塩原市や大田原市、宇都宮市は国内有数の米産地となっているほか、那須塩原市では、酪農も盛んであり、 国内生乳生産量は北海道に次いで高い。他、大菓市や鹿沼市などを中心に、いちごの栽培が盛んであり、二部町や鹿沼市の環境とともに、県の特産品となっている。商業は宇都宮市で盛んで、県内年間商品販売額の約半分が宇都宮市で占められており、県外第一の商業都市となっている。観光産業も盛んで、 日光市や那須塩原市、足利市の歴史、自然遺産、日光の社寺、足尾銅山跡、足利学校跡、中禅寺湖、毛紋滝、木野川温泉、那須武市、那須高原、塩原温泉など、宇都宮市の餃子やカクテル、ジャズ、茂木町のツインリンク茂木、栃木市の倉の町なども、観光資源となっている。県庁所在地の宇都宮市は、 全国屈指の米産地であるほか、県の年間製品販売額の約半分を占め、工業生産額も県内市町村最大となっており、県内最大の農商工業都市となっている。ちなみに、官票は栃木県が99%を生産し、残りは茨城県が生産している。県内のほぼ中心を南北に東京と東北地方を、 結ぶ JR 東北新幹線、JR 宇都宮線、東北本線、東北自動車道、国道4号が南北に走る。また、宇都宮を中心にして放射線上に県内各地へと路線が伸びている。宇都宮を基準にして各方向への主要路線は次の通り。この他に東西を結ぶ路線は、県南部では茨城県。 群馬県両県間を結ぶ北関東自動車道や JR 両毛線、JR 水戸線、国道50号など、県北部では国道400号などがある。南北方向には県東部では国道294号など、県西部には東京から直通する鉄道路線の東部日光線、東部絹川線、野岸鉄道合図絹川線が走る。県内に 空港は存在しない。最寄りの空港は、成田国際空港、千葉県成田市、東京国際空港、東京都など。放送対象地域は、関東広域県に属する。栃木県域放送のと、地域テレビ NHK 宇都宮放送局のほかに、NHK 放送センター、教育テレビと在京キー局5局、日本テレビテレビ朝日、TBS テレビ東、 富士テレビが、県内全域が、放送区域になっている。また、都、地議テレビのみならず NHK キー局ともに、県内各地に中継局を置いている。JRN 系列の TBS ラジオ、NRN 系列の文化放送日本放送も、放送対象地域になっている。1994年、平成6年、栃木市の栃木コミュニティ放送に免許が交付されたことが、 あるが、ジョス 3AAFM、FM ゾーンの街、経済的な問題もあり、免許を取り下げたため、コミュニティ放送局は2015年10月までない、状態が20年近く続き、新規の開局の機運はなく、全国で唯一コミュニティ放送のない都道府県、空白県であったが、2015年、平成27年1月27日、栃木ケーブルテレビ、運営、 ケーブルテレビ株式会社が運営すると、チギシティ FM、ジョス 3CBFM に予備免許が交付され、栃木県にもコミュニティ放送が開局の見通しとなった。ゆるキャラ、ご当地キャラ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。